サムライジャックユニバースは日本の4人組ロックバンド。2006年日本にて結成。2012年自主レーベルブルーウッドレコード設立。 2006年結成2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2 0 0 9年、年2月発売ファーストシングル呼吸呼吸クライングスは2011年7月13日発売セカンドシングル It's a Beautiful Morning Beautiful It 2012年4月18日発売サードシングルフ a エミアイアンソロジサイボーラストエプリルサインゲストコーラスに松本明人が参加2012年7月15日発売ホースシングルナンバ、no. ー451コードナン、no. バー451コード2015年9月21日発売ゴスシングルニセヒカリ タイムニセヒカリタイム家族2010年11月2日発売ファーストミニアルバムバベルバベルクライングスワンアオ素晴らしき生命1984呼吸戦争と平和2013年10月30日発売ファーストフルアルバムゴースシーズン好きに思う細胞キュア魚ピープルズシャロンビューティフルラストエイプリルイット結末港2016年2月17日 発売セカンドミニアルバム、エコー、愛について、ニセヒカリ東京エコー錯覚タイム忘れゆく、心臓ジャックマンレコーズコンピレーションアルバムボリューム1、ロー69ジャック2009サムライジャックユニバース、光、収録、ジャックマンレコーズコンピレーションアルバムボリューム4、ロー69ジャック2010、2011サムライ、ジャックユニバース、素晴らしき生命収録ブルーレイ、S、PV、 ライブ映像、レック映像など。70分収録。ジャケット想定、今井撮影、磯辺撮影編集、青木、呼吸ビデオ YouTube にて2009年12月公開、光、ビデオ YouTube にて2010年8月公開、バベルビデオ YouTube にて2010年11月公開、ビューティフルビデオ YouTube にて2011年6月公開、 細胞ビデオ YouTube にて2012年2月公開。ラストエイプリルビデオ YouTube にて2012年4月公開。ナンバー451ビデオ YouTube にて2012年6月公開。シャロンビデオ YouTube にて2013年10月公開。結末ビデオ YouTube にて2013年11月公開。ニセヒカリビデオ YouTube にて2015年9月公開。忘れゆく。 心臓ビデオ YouTube にて2016年1月公開監督磯部東京ビデオ YouTube にて2016年2月公開監督村松正人ありがとうございます